ドンチャリウスということで、今回なんですけど、アルテから24年秋冬1回目のデリバリーということで、新しくアイテムが入ってきましたので、紹介したいと思うんですけど、今回入ってきたのが、ジャケットが1型2色と、セットアップできるパンツが1型2色と、トラックジャケットが1型1色と、トラックパンツが1型1色っていう感じで、全部で6種類かな、6種類入ってきたということで、早速ね紹介していきたいと思います。ということで、まずね1型目なんですけど、じゃーんってことで、はい、ジャケットなんですけど、はい、全体的にねこんな感じのジャケットで、カラー展開がブラックとピンクって感じで、まあブラックはね置いといたとしても、ピンクの方ね色味が結構面白くて、なんかね非常にインポートらしいカラーリングじゃないですかね、この感じ。なんかこう海外のお菓子じゃないですけど、なんだろう、ちょっとケミってるようなね、ピンクの色味なんですけど、ただね色の濃さはビビッとすぎず、ちょっと薄めって言ったら変なんですけど、割とね地に足ついた色合いで、なんだろうな、ストリートのピンク色にとして使いやすそうな色味な気がします。モードっていうよりかはストリートな雰囲気が強いかなってところで、でディテールとしては、はい、こんな感じでね、フロントに4ポケットありまして、全部ねこんな感じでマッチが付けられてて 3D のポケットになってます。なんでこの辺りにボン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 って凹凸というかボリューム感、立体感があるポケットが一番の特徴で、でパターン的にもこの脇ですね、脇の部分がサイドパネルで切り替わってるんですけど、ここですね、ここもちょっと湾曲したねシームになってますね。カーブしてこう入ってくるような、で直線で降りるみたいなシームになってるんですけど、逆にねこの袖の部分もうちょっと分かりづらいんですけど、ここねワンパネルこう切り替わってまして、こっちはどっちかというとねこう直線的な切り替えになってて、袖の先にはね、はい、ある程度シーズナルのこのネームタグが付けられてます。であとは、袖先はねボタンでアジャスト可能で、バックの部分もアジャストが可能になってます。で、このフロントはジップで、開閉ができまして、素材がコットンなんで、まあ、非常にね夏以外だったら基本的に使いやすい、素材とアイテムになってるかなと思います。これね色味めちゃめちゃ良くないですか、この感じね。でブラックの方はもちろん安定的に、ブラックな感じなんですけど、結構ねこのポケットのボリューム感がだいぶあって、この視覚的にもなんだろうな、奥行きがねやっぱ感じられる作りになってるかなと思います。なんかこう防弾チョッキじゃないですけど、なんかそんな感じのね、雰囲気もありつつ、まあベースはワークウェアテイストではあるんですけど、この攻めた色味の感じだったり、この切り替えのパネル感というかも相まって、なんかね程よい使いやすいんですけど、一癖あるようなアイテムに仕上がってるかなと思いますっていうのが、まず一型目で、今度2型目なんですけど、今のジャケットとセットできるパンツなんですけど、じゃーんってことで、色味は、同じなんですけど、作りが、はい、こんな感じになってまして、こっちもジャケットとこうして、このポケットがね 3D の作りになってるんで、まあ、このカーゴポケットのところが、ボリュームが出るような作りになってまして、であとはねこの左側のポケットの上にさっきの袖先にあったシーズナルのネームタグが縫い付けられてて、でこっちのパンツもさっきのジャケットの腕というか袖部分と同様に、これ脇ね見ると分かるんですけど、ここがね1枚こう切り替えが入ってまして、ちょっと分かりづらいかな、この感じね。ちょっとなんか簡単に言うと、まあ同生地なんであれなんですけど、ラインパンツのようなね、はい、こういうような1枚切り替わってまして、でその途中にカーゴポケットがあって、でそれに伴ってこのねパンツのポケットですね、フロントのポケットが大体もうちょっと脇にあると思うんですけど、ちょっと内側に入ってますね。この縫製の内側の部分に沿って、ポケットが付けられて、でポケットもねジップ付きのポケットになってます。でシルエット的にはワイドベースの若干テーパード効いてるようなシルエットになってます。でディテール的には、まあ、スラックスっぽさのもあるこのポケットだったり、あとは、まあ、カーゴポケットもついてたり、いろいろな、ね、ちょっとハイブリッド感のあるパンツになってるかなと思います。ただね素材はコットンなんで、まあ、非常にデイリーで使いやすいアイテムになってるかなと思います。っていうのが、パンツ、これも同じくピンクとブラックで、3型目なんですけど、じゃーんってことで、これはトラックジャケットになるんですけど、色味はさっきのピンクよりもうちょっとね寒色系のピンクというか、若干なんだろうな、フェード感っていうか
マットな感じで、素材こっちはポリ100なんですけど、光沢感も相まってちょっとシルバーっぽさというかもあるような色味になってます。でそのピンクベースに切り替えがこれもありまして、切り替え部分はねこんな感じでダークブラウンになってて、ここと同じ色で刺繍でブランドネームが入ってる感じで、切り替えとしてははいこんな感じですね。ここ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 みたいな感じで非常にテック味が強めな切り替えで、バッグもこの袖の肩の下のあたりが両サイド切り替わってまして、でこれ袖のパターンが若干変わってまして、分かりづらいかもしれないんですけど、縫製がこの肩の部分からラグランの作りベースなんですけど、このラグランの縫製がこんな感じでね、これカーブしてるのが分かりますかね、こんな感じで、はいこういう感じで、ちょっと分かりづらいか、このバックから始まってこっから始まってこう巻いて巻いてフロントに来て、ここのちょっと待って見失ったな、あこっち側でフロントの下で落ち着くみたいな、なんでこの部分だけちょっと別パーツみたいな雰囲気の切り替えになってたりとかで、あとはサイドのポケットですね、ポケット部分もここねサイドパネルで切り替わってるんですけど、サイドパネルの切り替わり方もちょっとこの逆三角形というか、ここなんですけどこうちょっと内側に入るようなここ、こう切り替わってるんで、なんでそこに沿ってポケットが配置されつつ、そこの一部がまた、ダークブラウンで切り替わってて、でポケットがこれもねジップ付きのポケットになってますんで、ちょっとね分かりづらかったかもしれないんですけど、一応ねあのパターンも割とカーブというか湾曲したパターンになってたりとかで、よくよく見るとね面白い作りをしていますっていうのが、ジャケットで、今度このトラックジャケットセットで着れるパンツなんですけど、じゃーんということで、もういかにもねこのセットで合いそうなこの切り替えになってるんですけど、パンツの方はこのもも部分かな、ももより下から膝からこんな感じで内側にちょっとカーブする半月状の切り替えになってまして、それが両サイドなってるっていうのと、あとはバッグですね、バッグもポケット部分がはいこんな感じで、ちょっとね遠目から見ると目みたいな感じに見えるかもしれないんですけど、ここもねこんな感じで切り替わってて、ここにポケットがジップ付きのもので配置されてるんです。感じで、シルエット的には、まあ、ウエストはゴムでイージーで若干テーパードぐらいの雰囲気感かなと思います。で、裾部分はスピンドルで絞ることもできるんですけど、前みたいにね前はちょっとジョガーパンツっぽくここ完全にリブのゴムで、仕様があったんですけど、今回は、ね、調整が効くってことで、ここは結構いいところかなと思います。で、左側にはねある程度ブランドネームロゴが入ったりみたいな感じになってますということでね、実際に着てサイズ感をお伝えできればなと思うんですけど、サイズ展開とお値段なんですけど、ちょっと値段忘れちゃったんでね、気になった方はオンラインストア見ていただきたいんですけど、サイズ展開は、こっちのコットンのジャケットが M と L の2サイズのお取り扱いで、パンツの方は32と34のお取り扱い、ブランドでいうと一応 M と L みたいな、雰囲気のサイズです。で今度トラックジャケットのジャケットなんですけど、これは L と XL の2サイズで、パンツの方は M と L の2サイズのお取り扱いです。ということでね、実際着ていきたいと思います。ということで、まずジャケットの M サイズとパンツはサイズ32着てみたんですけど、こんな感じです。めっちゃいい感じじゃないですか。はい、こんな感じで、まあ、もちろんねジャケットの方からいくとポケットが 3D ってこともあって視覚的に目が行きやすいんですけど、まあ、オールブラックっていうこともあって、まあ、統一感もあるし、なんかシンプルながらもこのなんだろうな、立体感でのディテールというかデザインの効かせ方だったり、このセットで上下着た時に、パンツのねこの 3D っていうディテールでのこの上下でのリンクだったり、あとはこのブランドのネームタグでのここのリンクもあるんですけど、ネームタグ自体もブラックっていうこともあって、なんかあの本当ワンポイントな雰囲気もあるし、なんだろうな、素材もコットンでカジュアルなんですけど、質感としては結構ねあの柔らかいソフトなコットンってこともあって、落ち感もあって、パンツでいうとねこの裾のクッションのたまり方がちょっとスラックスっぽさもあるねたまり方をしてて、なんかそのドレッシーな感じもあるんですけど、ベースはねこのポケットもまああのカーゴポケットベースなんで、ちょっとミリタリーとかワークウェアな感じもあるし、全体としてなんかカジュアルなんですけど本当都会寄りなというかアーバンなね、雰囲気が出ててめちゃめちゃいい感じかなと思います。で今ねあの半分ぐらい開けてきてたんですけど、全部閉めるとこんな感じです。全部閉めた方がねなんかポケットに目が行きやすい気がしますね、インナーが見えなくなるから。
はい、で全部開けてみて羽織るとこんな感じです。ちょっとね着崩してカジュアルダウンな雰囲気にもなるんですけど、なんかねあのストリートっぽい雰囲気にもなるし、パンツは股上を割と深めなんでジャストで履いて結構パンツきれいめに履いてもいいし、ちょっとね腰パンじゃないですけど、あの溜めてクッション作ってカジュアルな感じで履き崩すのもいいかなと思いますし、もちろんね両方とも単体でもめちゃめちゃ使いやすいアイテムに仕上がってるかなと思います。はい、こういう感じ。これねめちゃめちゃいい感じじゃないですか。シンプルなんですけど、はい、こんな感じで、サイズ感的にはある程度ねゆとりあるオーバーサイズな作りなんで、まあ、全然着込むこともできるし、これ裏地もね付けられてるんで着心地もめちゃめちゃ良くて、あとは防寒性もアップしててみたいな感じになってます。めっちゃいい感じです。ってことでねピンクの方着てみたいと思います。ということで続いてピンクの L サイズ着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。まあもちろんねワンサイズ上げてるんでややゆとりはできたんですけど、僕だったら別にどっちも着れそうなぐらいのサイズ感の雰囲気になってて、色どうですかねこの感じ。なんか物で見た時は結構派手で着こなすのむずそうかなと思いきや、なんか着てみた時の印象としてはなんかブラックよりピンクの方がワーク感強く感じる気がするんですね。個人的な意見かもしれないんですけど、なんかそのワーク感とか強いのにこのピンクの色合い、あの物で見た時はファッション性が高そうなファッショナブルな色かと思いきや、着てみたらちょっとその表情が変わるというか、そのなんかギャップというかがねあって、めちゃめちゃいい感じのアイテムに仕上がってるかなと思います。はい、こういう感じで、あとは素材もねコットンなんで、あのこれがウールとかだとちょっと光沢感とかもあって、なんか着るのちょっとむずそうだなってなりそうなんですけど、もともとまあコットンでカジュアルな素材なんで光沢感もそこまで強くなくて、まあ使いやすい色合いになってるんじゃないかなと思います。で言い忘れてたんですけど、ポケットの部分はこれはねスナップのボタンに全部なってるんで、まあ、あの物が落ちないようになってる、まあ、機能性もありつつ、まあ、どっちもいいと思うんですけど、つけても止めなくても、うん、あとはまあ収容力もねシンプルに高いんで、まあ、バッグいらずのジャケットになるかなと思います。あとはまあ物入れた方がねこのポケットの 3D 感はより出るかなと思うんですけど、まあ、入れてなくてもねある程度この 3D 感出てるんで、これもこれでいいかなと思いますし、この感じねどうですか、このだいぶボリューム出てます、はい、こんな感じで、はい、なんか視覚的にもねあの機能的にもめちゃめちゃいいアイテムかなと思います。はい、ということで続いてトラックジャケットとパンツセットアップで着てみたんですけど、こんな感じです。トップスが L サイズでパンツが M サイズ履いてるんですけど、はい、これね先言うと正直なところこれセットできるの結構あのハードル高いというか、割とこう着こなすのがね上級者向けな感じがしますね。どっちかっていうとこのデイリーウェアってよりかはアーティストとかのこのミュージックビデオとかであの使われてそうな感じのちょっと衣装寄りなね雰囲気がある気がするんですけど、まあただね単体だったら全然いけそうですね。特にパンツとかはまあこの上にねハーパンレイヤードしたりして、ちょっとピンクのこの裾の方だけ見せるとかでもいいかなと思いますし、まあ、トップスもトップスでね素材もポリってことで非常に使いやすいかなっていうのと、裏地もしっかりついてるんであの着心地はいいのと、あのこの薄さというか軽さの割にあのしっかりあったかさというかもある程度あって、まあ、機能性もしっかりあります。で、全体的にはね、はい、こんな感じですね。切り替え感はここですね、この四隅というかと背中部と、あとパターンがね、さっき物の時分かりづらかったかもしれないんですけど、ここの肩の上から始まってこう湾曲して、はい、下に来てここで、終わるみたいな感じなんで、ここの部分がねちょっと切り替わってるようなシームに、なってまして、でパンツの方も、まあ、ポケットの部分とこの膝の部分が切り替わってて、なんかねこのもセットで着た時のこの雰囲気が、なんだろう、例えるならこれいい意味でね、いい意味でなんですけど、あの鬼滅の刃の上限の位置みたいな、ね、感じないですこの感じね、うん、とあとはなんかこの切り替え方もちょっとねこう斬撃っぽいというか、なんか半月状の感じもあるし、かといってね色はどっちかというとファッショナブルな、ファッション寄りな色で、でブラウンも使われてるんで、まあベースはピンクでちょっとね遊びに寄ってる感じもするんですけど、まあ、ダークブラウンでちょっと締めるとこ締めてみたいな、まあ、そのバランスの取り方が非常にいい感じかなと思いますし、なんかこの色の合わせとかが
よりこうインポート感もある気もしていいかなと思います。はい、これです。で、パンツの方はシルエットはややテーパードかかったストレートに近いかなと思うんですけど、なんかイメージとしては、まあ、ナイキとかアディダスとか の, このスポーツメーカーのウィンドブレーカーとかでジャストのサイズじゃなくてちょっとワンサイズかツーサイズ上げて履いた時みたいなね、どっちかというとスポーティーすぎずちょっとファッションに寄ってるようなシルエットになってるかなと思います。はい、これちょっと僕あんま似合ってないかもしれないんでね、参考にならなかったら申し訳ないんですけど、ただね、なんか鏡でさっき5分ぐらいこう自分をね、見つめてたら結構見慣れてきて、あれなんか全然いい感じやなとか勝手に思ったんですけど、どうですか。はい、こんな感じでね、ちょっとしばらく経つとね、結構見慣れてきたんじゃないですか、こんな感じで。わかんないですけど、でちょっと言い忘れてたんですけど、このカラーの部分はジップをね、全部締めるとこんぐらいの高さになってます。なんで普通よりちょっと高めかなっていうような印象ですね。うん、こんな感じで、まあジップもね、こういうメタル系のプラスチックとかじゃなくてメタル系のジップなんで、まあこの辺もちょっとファッション寄りな感じも強まるかなっていうのと、まあ全部開けると思います。はい、こんな感じです。ということでね、ぜひ気になった方、概要欄から相手のページに飛べる URL 貼ってきますのでチェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また